Jesus Christ, or, as a matter of fact, Christ, after fifteen hundred years, left many messages to us human in the Renaissance and here the one about Maria and Christ. who are Maria and Christ? Where do Maria and Christ come from? here in this video. You wouldn't know my answer to this question. ルネサンスという時代に1500年後のキリストは私たち人間に多くのメッセージを残しました。ここで紹介するのはマリアとキリストについてのメッセージです。マリアとキリストとは誰なのかマリアとキリストは どこから来たのか、この動画の中で私の答えを皆さんにお見せします。広しはやしハママシティジャパンミケランジョロなる1500年後のキリストの操り芸術家が描いたとされる天井画が シの天井画ですその天井画のほぼ中央にその絵があります。この絵に注意してください。この絵を拡大してみます。で、この絵の向かって左側に一軸の木が描かれています。一軸の木です。そしてその右にですね、いちの実が描かれています。 この絵が何を意味するかもう皆さんお分かりですね。この左にいる人物がアダムということになります。アダムです。そしてその右にいるのがイヴということになります。イヴです。そしてこの絵の中央部を見てください。下半身が大蛇の人物が描かれています。えー、一般に、 リリトと言われてますけども、リリトは下半身は大蛇ではありません。なぜミケランジェロはここで大蛇を描いたかということなんですね。それは、セント・ジェロームが翻訳したバルゲート、すなわちラテン語の聖書の中では、リリトイコールラミアとなっているからです。ラミアというのは下半身が蛇の魔女でした。そして人間の子供を食べていました。 そしてその右にいるのがアダムとイブの子供のカインということになります。その右にいるのはカインの妹でもあり、妻でもある人物ということになります。この中央のもう一つ、このリリとイコールラミア、バルゲートによればリリとイコールラミアなんですけども、この人物に注意してください。つまりこれがダヴィンチによればですね、えー マリアとということになりますそして向かって右にいるのが、えー、ミケランジェロによればですねこれがキリストということになりますで簡単にこの絵の中に示されている人物関係をおさらいしておきます中央がアダムそしてアダムの最初の妻がリリトですがバルゲートの中ではイコールラミアとなっています セント・ジェロームはラミアと翻訳しました。そしてアダムとイーブですね、その間に生まれた長男がカインということになります。そしてその、まあ、妹イコール妻がその人物、右の人物ということになります。まあ、こういう人間関係にあるということです。 一方、1500年後のキリストの操り芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスはこの絵を描き残しました。岩窟の聖母、ルーブル版です。その岩窟の聖母の中央のマリアに注意してください。このマリアは上半身が人間で下半身が大蛇のラミアです。 まあこのような形で、えー、1500年後のイエスは、今度はレオナルドを通して、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだよということを示しています。マリアの胸の模様、色、形ですね、それから形と言いますか、風合いですね、そして感じですね、と左に伸びている岩の、まあ、質感と同じであるところに注意してください。えー、つまりこのような形で、 えー、1500年後のキリストは、えーまあ、いわゆるリオナルドという操る芸術家を通して、えーまあ、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだということを示しています。右がマリアの胸の部分です。左が、まあ、後ろに左側に伸びている岩の部分です。同じようにメイドを上げてみました。あるいはコン,サコントラストを上げてみました。ガンマを落としてンコントラストを上げてみました。全く 同じであるるととといいうこにに皆さんもお気づきになると思います繰り返しになりますがこのような形で、えー、1500年後のキリストはマリアというのはラミアのことなんだよということを私たち人間に教えているということになります、まあ、ここが今日の一つの重要なポイントですからもう一つ皆さん自身で確認してくださいえつまり中央に描かれているこのマリアという人物はですね、えー、魔女中の魔女ならち ラミアであるとということになりますそして1500年後の、まあ、キリストがですね、まあ、描いたセント・ジェロームの絵はですね、えー、そのままベロッキオのセント・ジェロームの絵と一致し、そのセント・ジェロームの翻訳したラテン語の、えー、聖書によればですね、リリとイコール・ラミアということになるわけです。ここで、まあ、ミケランジェロ、そしてダヴィンチ、そしてセント・ジェロームの イデオロギーがが一致すすするとというここになりますそこが重要ですもう一度確認しておいてくださいね。ここに描かれているマリアはラミアであるということですね。そしてラミアイコールリリトという説は、ラテン語の聖書のバルケートに書かれている内容と一致するということです。つまり、先頭ジェロームが翻訳した聖書の内容と一致するということです。 で、中央がですね、レ、えー、オナルド・ダヴィンチなる画家が開発される岩窟の成母の中のマリアです。そして左右が、まあ、ラミア、現代アートにおけるラミアということになります。まあ、魔女ですから、良いようには表現されていません。えー、つまりこのような、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、えー、人間の子供を、まあ、職業としていたということです。それがラミアなんですね。えー、つまりこのような形で岩窟の聖母の中のマリア、 イコールラミア、イコールリートであり、そのラミアは人間の子供を食べていたということになります。左下の子供、一般にはイエスと言われてますけれども、これはラミアの餌ということになります。まあ右下に書かれている子供の方がイエスということになります。ですから、左下の子供は手を合わせて、あたかも命乞いをしているかのようにも見えます。そして、マリアの指先が、その子供の、 皮膚の下に盛り込んでいます。次に。ミケランジェロなる画家が描いたとされる。カッシナの戦いの絵です。この中に。ええー、千五百年後のキリストは。重要なメッセージを。書き残しています。これがカッシナの戦いですけれども。この絵の中には。一文字の形で、つまり。隠し。文字の形で7。七、七。 50 27といいう数字が表現されています中部角ご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、えーへまあ、ヘブライ語って言いますかね、実際には十医師って言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるわ、まあ、かりやすければ暗号によればですね、 七 7, 7というのはキリスト。号令は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まずこのような形で、まあ、暗号的にまあ表現したということになります。ゲマトリアですで。ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、カバラ、非数学にのっとった、まあ、あの表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉、 などをですね言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。えー、神秘主義のカバラに基づくものであると。まあ、それによりますと、7、七というのは繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令はベブレカル、なわち聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号をですね、 まあ、ミケルランジョロなる画家を通して1500年後のキ,、まあ、キリストがです、ね、私たちにメッセージを残したということになります。そして27がカインという意味になります。でこれら775027をつな、ね、げて読みますとキリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんでいきます。つまりこのような形で、まあ、ミケルランジョロなる画家を通してです、ね、繰り返しになりますけども1500年後の キリストは、えー、つまり、キリストというのはね、聖書でいうカインのことであるということを、なんだよということを示したということになります。これが、まあ、そのメッセージということになるわけですね。中部角をご覧ください。左から775027と書いてありますね。場合、林広司発見ですよ。つまり、このような形で1500年後のキリストは、 ミケランジェロなる操り芸術家を通して私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、Christ です。5-0はベブリカルです。そして27が k a n つまりカインということになります。こうして、まあ、この内容とですね、そしてミケランジェロが書いた天井画の内容と、そして まあ、ダヴィンチになる画家が開拓される、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと一貫性をもってと言いますか、一連性をもってつながっていくということになります。そしてその基本はですね、先ほども言いましたように、セント・ジェローム、500年後のキリストということになりますが、のセント・ジェロームが翻訳したラテン語の聖書の内容とも一致していくということになります。そして、 セント・ジェロームをですね、ベロッキオ、そしてレオナルドがですね、同じように描いています。他にもラファエロも描いています。シヌレリも描いています。ともかくも775027はですね、キリストは聖書でいうカインであるという意味です。ここが重要です。つまりカインこそがキリストであるという意味です。逆にキリストというのはカインのことだよということにもなるわけです。まあ、このようなメッセージを、えー、1500年後の キリストが残したとということになります、まあ、ついでですけども、カインというのは、まあ、先ほど言いましたように、アダムとイブの子供なんですけども、まあ、嫉妬に駆られて弟,の、えー、弟をね、あのー、殺害してしまうわけですね。まあ、そのことを、まあ、聖書は詳しく説明しています。まあ、アベルの方のね、まああのー、羊が褒められたもんですから、まあ、それにし 嫉妬したカインがですね自分は野菜を育てていたんですけどもね、嫉妬したカインがアベルを殺すという話です。まあ、それは聖書の内容をそのままこ,のここに紹介させていただきました。それがまあキリストだということをですね、えー、1500年後のキリストは、えー、やはりこう、 操芸術家のミケランジェロを通して私たち人間に伝えたということになります。で、いよいよ核心部分です。もう一つ、私生な礼拝堂の天井画に注意してください。最初から簡単に おさらいしておきます。紫、え、式、ー、な礼拝堂の天井画に、ミケランジョロなる画家はこのような絵を描き残したと言われています。その中央部にこの絵があり、一軸の木が描かれ、一軸の実が描かれています。で、左にいるのがアダム、そして右にいるのがイブということになります。そして、ここにいるのがリリトということになりますけれどもあ、一般にはリリトイコールラミア説はありませんけれども、セントジジロームの翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリトイコールラミアとなっています。 そしてその右にいるのが、まあ、その息子の会員ということになります。そしてさらにその一番右にいるのが、会員の妹イコール、まあ、妻ということになるわけです。その証拠が、この手を見てください。この、まあ、いわゆる会員の手ですよね。この手の中指と薬指がくっついている点に注意してください。これは言うまでもなく、シグラム・マラーノの手です。マラノスの手です。マラノというのは、 のはでもともとは隠れユダヤ教徒のベーシングでした。ユダヤ教徒たちは、まあ、カトリックの迫害を恐れてですね、まあ、隠れて、まあ、表ではカトリックの信者のふりをしながら裏でユダヤ教を信じていました。で右の絵はですね、やはりミケランジョロが失踪の礼拝堂の天井画に描いた神の絵ですけども、この絵の中でもやはり 中指と薬指がくっついています。マラノの,の手です。そしてこの中で人間と,人間と神が手を指を合わせようとしていますけれども、ここでもやはりマラノの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。イコール、これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。つまりこのような形でここに描かれているのは神イコールキリストなんだということを示したということになります。シングラム・マラノ。なお簡単に言えば、 キリストのハンドジェスチャーということになります。その絵をですね、ミケランジェロがシスティナ礼拝堂の随所に描いているということになります。そして、そのハンドジェスチャーがこの絵の中にも描かれているということになります、ね、すなわち、右から二人目は神、すなわち、イエス、キリストということになるわけです。キリストということになります。で、これでまあ証明できましたね。えつまり、中央にいるのが、えー、マリアということになるわけですね。 ラミアイコールリリトイコールマリアとなっていくわけですで。右の方がカインイコールキリストということになっていきます。なおち、マリア、キリストはです、ね、それぞれがもともとはラミアイコールリリトであり、キリストというのはカインのことということになります。これが皆さんに今お見せできる私の証拠と証明ということになります。